宇部市バスケットボール協会主催の体育協会理事長杯研修期オープンバスケットボール大会は11月26日西武体育館で開かれました。男子3チームは総当たり、女子4チームはトーナメント形式で対戦し、男子はナトゥール、女子は宇部クラブが優勝しました。